対食べ尽くすよね。絶対ね、無理。あ、伊藤リリアです。同期です。同期です。桜が桜一本だけ咲いてました。一本だけ咲いてる。痛い頭刺さった。痛い。そうでも天気があまりにもこう満天です。そう、いちご狩り日和な天気で来てあんまり映えないっすね。ね、すっごいコート着てますけどね。すっごい白い雪とか出ちゃうけど。3月後半とは思えない寒さ。いや、すごいよ。ほんと、昨日なんて ね、あの、余談にあったら半袖着てたんですよ。やばい、余談半袖じゃん。なのに今日は寒い日ですけど、まあ、いちごを食べるにはちょうどいい。最高じゃん。ね、食べよう食べよう。食べよう。じゃあ行きますか。いちご狩りに今から行きます。イエーイ。イエーイ。いちご狩り初めてだわ。え、初めてなの。めっちゃ意外なんだけど。そうなの。行ってそうなイメージ。記憶の中ではいちご狩り行ったことあるって思ってたけど、うん、よくよく考えたら、うん、なかった。そう、ブドウとリンゴと梨。逆になんでそこは行ってんだろう。そう、まあ、あるんだけど。僕結構ね、家族でね、そう、地元の。え、沖縄。お、あるの。え、沖縄にいちごあるの。あるよ、あるって。そうなの。シークワーサーかと思ってた。まあ、あるけどね、シークワーサーも。シークワーサーもありつつ、わあ、でもいちご狩りっぽいとこに着いた。臭い。着いた臭いって言い方、本当に。いちご狩りっぽいところに着いた臭い。だからって本当にいつもの感じね。ガチオフ、ガチオフ。ガチオフ。こんにちは。よろしくお願いします。しかない。そうなんですね。中はいっぱいあります。楽しみ。ありがとうございます。はい、じゃあ大人2人で。大人2人で。もうだって今年20になるんだから。あ、そうなの。すごいね。はい、そうなんですよ。暑い時よりかは多分いちごは冷たくて食べやすい。あ、確かに。確かに。そう、いちご的には冷えて。めっちゃいいですね。嬉しい。良かったです。今日はとちおとめと紅ほっぺっていうのがメインなんですが、はい、少し四つ星っていう種類がありますので、うん、ぜひ食べ比べしてみてください。はい、ありがとうございます。食べ放題終わったらうさぎのご飯のサービスがやったー。ありがとうございます。残さず綺麗に食べてください。はい、あと練乳はご自由に使います。海は分けて捨ててください。今回45分の食べ放題になってます。はい、練乳です。入れますか。練乳も借り放題ってことですよ。練乳狩り。あ、すごい出る、すごい出る。あ、美味しそう。いいですね。最高。練乳する派なの。練乳、私あんまりつけたことない。僕もそうなんだよ ね。よっしゃ。あ、すごい、すごい。え、いちごいっぱいあるじゃん。すごい。全部いちご。え、いちごの匂いめっちゃする。すごいね。ね、全部これ食べ尽くしてもさ、いいってことでしょ。そうだよ。絶対食べ尽くすよ、私。絶対ね、無理。絶対食べ尽くすよ。いちご甘く見たらよね、よくないよ。ちょっとコートによって幅がさ、そうなのよ。でもすごい可愛い、なんかさ、ちょっと妖精みたいな気分じゃない、うちら。よかる。あ、いいね。最高。食べよう。映ってる？コートの幅狭め。長いコートできちゃう。狭い。狭いね。もうちょっとさ、伸ばしてさ、上から撮ろう。確かに確かに、そうしよう。ちょっとさ、コート脱ごうかな。ね、コートさ、脱ごうか。脱いでもいいかな。おお。いい画角。すごい。ということで、早速いただいていきたいと思います。いやー、美味しそうね。やばいよ。見て見て見て。これやばくない？これやばくない？すごい。これちょっと私行かせていただきます。あ、すごい。すごい。イエーイ。初いちご。美味しそう。いただきます。いただきます。うん。甘くない？うん。すごい新鮮。美味しすぎるこれは。うん。
平和だね。平和だわ。マジ今年入って一番平和だと思う。普通に休みの日。これがいつもの2人の感じ。そうだよね。本当にただただ写してる感じがする。わ、早速服汚しました。あ、いちごのさ、白ニット着てくる人この世で私だけだよ。確かに。大外れ。本当に、いちご狩りに超不向きな、なんか水族館とか行く服なんだよ。本当だよね。じゃあ今日はデートだと思って来たから、私はさ、デートだと思って来たから。デートだと思って来たけど。誰がさ、白ニットにさ、ショートブーツ履いてくんだよ、いちご狩りに。この世で私だけだよ、絶対。大好き。このヒールのブーツ。めちゃくちゃ言うじゃん。可愛いからいいよ。ありがとう。デートといえばさ、白ニットのさ、わかる、ショートワンピにさ、タートルネックでしょ、だから今日の私の似合うよね。なんで普通に何がそんな面白かった。ちょっと待って、わかんない。似合わないよ。え、似合うじゃん。ほんとに、恥ずかしい。僕絶対着ないからね。着なそう。着ない。服の趣味どんどん変わってくよね。変わってく。でも日によってバラバラすぎ。全身黒にさ、シルバーアクセババーみたいな時もあるし、ね、こういうリボンの時もあるし、ただうちらがイチゴ食べてるだけだから。美味しい。私しかもこの画角だったわ。おい、映ってないじゃん。映ってなかった。あ、そうそうそう。でロックまたしたら、お、あ、いいおお。おー、いいじゃん。いいね。僕の身長に合わせちゃったの。あー、ごめんね。はい、ほてて、ふきふき。はい、ほった。もう、吹き方最悪。手の吹き方最悪。バシバシ浮いてる。こんないちご狩り来てさ、幻滅されると思う。それだけで。でもさ、これで幻滅しない人がいいよね。それで幻滅する人は合わないタイプなんだなっていう思う。ちゃんと私の全てをさ、こういうガサツなところも受け止めてくれる人がいいな。いや、いるよ、そんな人いっぱい。いないよ、なかなか。いないか。本当にいるかな。いたらももらってくださいって感じ。全然変わんないけど大丈夫だ。大丈夫かな。でもさ、動いたところで変わんない。そうなんだよね。わかんない、どういう。かわいい感じ。じゃあ私が彼氏の役やればいいか。お、オッケー。リリオ。ちょっと待って、ちょっと。リリオ。ちょっと。はい。今日はじゃあいちご狩りに来たね。俺らの初めてのデート、いちご狩り。そうだね、結構ハードル高いね、初めてで。まあいいね、行きたいって言ってたもんね。いいそう。ね、俺が運転してきたからよ。ありがとうございます。食べてくれや、いちご。食べるね。どうぞ。あ、かわいい。あ、かわいい。おいしい。あ、おいしそう。美味しそうだね。おいしい。リリアの顔がいちごみたいだもん。どういうこと。いちご顔してる。いちご顔初めて言われたんだけど。いちご顔してるよ。じゃあいちご、いただきたいと思います。食べて。うま。いいな、こういう彼女の方が絶対いいって。最初のそんな絶対もう今幻滅に、いい今ね、一緒にね来たね恋人幻滅してる。そんなことない。最初の方があれ、なんか人格変わったなと思う。どう。美味しい。美味しい。 UMA。 あー、うま。うま。うま。やばすぎやん。やばい、本当に普通の休みの日のテンションが、ね、なんかさ、スイッチ入んないのよ。スイッチ入んないのよ。じゃあ、1個目。あ、食べて。お、一口。喋れないね。そうしたら喋れない。どう？いく？おいしい？うん、いいね。うん、うわ、うま。あ、山だった普通に。山うまくだらねくだらねくだらね。ありがとう、取ってくれて。はい、ありがとう。き
っと場所移動する？移動しよう。どこがいい？どこがある？ここのイチゴを食べ尽くしてしまったからね。そうなの。どこがいいですかね。ここちっちゃいのいっぱいある。本当だ。かわいい。かわいい。かわちかわち。すごい雨強くなってきた。すごい雨強くなってる。よかった。なんていうんだっけ、ハウスボックスだっけ。こういうとこなんていうの。ビニールハウス。ビニハネ。ビニハネ。ビニハネ。よかった。ハウスボックスってなんだっけ。なんかあったっけ。ハウスボックスってなんだっけ。なんかあったよね。なんかあったよね。え、ここ大きいのある。どれ見て、ほら綺麗な。あ、本当だ。じゃあこの辺にする。ここにしよっか。じゃあここにしよっか。じゃあそこに。失礼いたします。置いてもろて。はい、オッケー。よし。いやもう ずっと一生この画角なんよね。もう移動しても移動してもずっとこれなんよ。変わらんやん。変わらん。ごめんなさいね。とりあえず練乳で行ってみよう。きれい。やばくない？めっちゃ綺麗じゃない？綺麗。すごい形がさ、うん、わ、美味しそう。美味しそう。絶対美味しいよこれ。いただきます。うん、美味しい。甘い。AMA。 AMA 流行ってんのかな。流行ってる。流行ってるとか言って。流行ってね。美味しい。美味しい。うん、ふん。ここに寝泊まりしたい。寝て起きて食べるんだ。うん、最高じゃない。体がイチゴになっちゃう。私よくでも美味しいご飯屋さんとか行くとさ、本当にどうにかしてここで寝泊まりできないかなってことを真剣に考える。いつも。うん、絶対できないけど。とちおとめをたくさん食べ尽くしたので、食べ尽くした。続いては隣のビニハに行って。ビニハね、うん、今流行りのビニハ。ビニハに行って違う種類を食べます。食べましょう。傘差します。差して、じゃん。お、あ、めっちゃ降ってる。めっちゃ降ってる。こっち行ける？大丈夫？靴いける。オッケー。私がショートブーツを履いてきたせいで地面に埋もれるというね。そして死ぬほど寒いというね。寒い。多分7度ぐらいでね、うん、上着なしはね結構寒いからね。寒いよね。はい、つけました。つけました。いや息白い。いや久々に息白い。ありがとう。はい、こっちなんだっけ。こっちなんだっけ。紅ほっぺと四つ星になります。だそうです。紅ほっぺと四つ星だって。紅ほっぺと四つ星だ。狩りに行こうぜ。狩りに行こうぜ。狩りに行こうぜ。モンハンだもん。モンハンのテンション。一狩り行こうぜ。一狩り行こうぜ。寒い。寒いね。寒い。寒い。はい、また同じへ。場所交換とかする。とりあえずさ、左右をさ、じゃあ交換できない。交換できない。ちょっと頑張っていい。いいよ、もうやめよ。無理。場所交換すらできなかった。場所交換できない。さっきより狭くなってない？さっきより、ね、葉っぱがね、すごい生い茂ってて、うん、そうなんですよ。よし、これはどっちかな。それどっち？匂いで分かんない。匂いしない。匂いで分かるもん。食べてみよう。やわらかい。うん、甘い。甘い。甘い。本当だ。美味しい。紅ほっぺっぽいかもしれない。本当に？なんでそんな分かるの？ほっぺたって柔らかいから。柔らかいから。そういうこと。無限いちごできるね。無限いちご編きた。うん、何無限列車編みたいな。どういうことだよ。よもやよもやだよ。無限列車編。うまいうまいって食べてるから。あんしは遠隔アワンね。あ、オッケー。あー、集合体。確かに。結局食べるの自分っていうね。あげない。あげないだそうです。あげない。これはまだ赤くない。寒い。寒いね。寒い。いや、すごい。全然鼻の辺りで出ちゃう。食べるんだ。食べるんだよ。食べて、あ、すごい食べる。美味しい？うん、よかった。移動するか。移動する？チェンジ。チェンジタイム。これジャンプしてさ、いけないの？きついやろ。え、違う、足元だけ映してさ、ポンってだってさ、ワープしたみたいなやつやりたい。
できるのかな。でも何も映ってない。何も映ってない。もう靴も何も映ってない。じゃあしゃがんで入る感じにしたいんだ。あーなるほどね。じゃあせーので消えて、うん、いいよ。せーの、ピョン。来ました。来ました。四つ星ゾーン。四つ星ゾーン。じゃあ四つ星を、四つ星いただきましょう。味違うのかな。いただきます。いただきます。うん、え全然違う。違う。なんだろう。なんかギュッとしてる。なんだろう、爽やかかもしれない。確かに、なんか甘すぎず。そうそうそう。でもなんか食感が全然違う、さっきの、うん、なんかめっちゃ好きかもしれない、僕。本当に食べやすいね、でも結構さ、残るじゃん、後味がさ、いちごって。確かに。なんかさらっとね、消えてくれるというか。うん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 。いい後味。爽やか。うん。四つ星、うまー。うん。流行るかな。映え。流行語大賞狙ってこう。私映える女子になりたいの。あ、いいじゃん。全然ね。うん。でも映えが分からなくてね。分かる。映えとね、対極にいる人間だから、僕なんか特に。私たちってそういうタイプだよね。そういうタイプだね。うん。キャピキャピ感がないね。うん。どうしたら今時女子になれんだろう。インスタ 1年ぐらいさ、やり続けたんだけどさ、うんうん、本当に告知しか載せてない。みんなさ、おしゃれな写真載せるじゃん。うんうんうん、私服とかさ、うんうん、インテリアとかさ、うん、作ったご飯とかさ、一回もそういうの本当に載せたことなくて。え、じゃあ作ったご飯載せればいいじゃん。でもさ、私さ、なんか作るご飯も映え系じゃないのよ。みんなさ、なんかカフェ飯みたいな。あ、なるほどね。だいたい YouTube で動画を見ながら、うん、こうレシピをさ、うんうん、見て作るんだけど、なんかだいたい見てる動画が男みたいな。なんかリュウジさんのも作るし、ダレウマさんとか。わかるかな。知ってるかも。見たことあるかもしれない。ほんと、そういうのばっかだから、うん、もう味メインだからね。うん、真夏さんとかは本当になんか、ああ、わかるわかる。なんかいい感じのお皿にさ、うん、梅とかはさ、うん、代官山みたいな。そこ代官山なんみたいな。いや、めっちゃわかるな。家の中代官山って感じのご飯を作ったりさ、ですごいなって思って毎日みんなのインスタ見てんだけど、全然1年経ったけど何にもおしゃれな写真が撮れない。すごいガチへこみじゃん。ガチ悩み相談来たよ。あれはアフタヌーンティー行ってみれば。アフタヌーンティー行ってみたら怖いやろ私が。なんでよ、いいじゃん、めっちゃおしゃれやなって。本当に、うん、紅茶すすれる。うん、すすれるって言う時点でもう。たしなむ、たしなむ。じゃあ映え旅するか。映え旅、映え旅。なんかさ、旅行行ってもさ、うわここかわいいから写真撮ろうよりもさ、飯。飯。うちらそうだよね、写真撮らないもん全然ね。撮んない。マジで全く撮らない。マジで撮んないよね。撮らない。でも私カメラ買おうと思って。めっちゃいいじゃん。そう、本当に今週買いに行こうと思って。え、タイムリー。めっちゃタイムリー。一眼レフってこと。そう、ミラーレスの。あー、レンタがカメラ持ってるからさ、うん、LINE して、うんうん、教えてもらった。うーん、カメラ女子になる。やめたいね。うん、イエーイ。かわいい、かわいい。いちごだ、いちごだ。おいしい。おいしい、かわいい。え、でも四つ星ほんとめっちゃ好きかもね。うん、私も四つ星おいしかった。いちご、おお。大きい。大きいよね。めっちゃ大きい。このいちご大きい。それ以外何も出てこない。何も出てこない。はい、いただきやす。どうですか。何、美味しいか。あー、美味しい。美味しいな。このいちご美味しいな。どんなテンションだ。もういちご美味しいね。あ、美味しいね。もういちご農家さんに感謝。感謝だよ。うん、美味しかった。かわいいね、この緑の中の山はめっちゃいい。森の妖精感あるあるある、めっちゃある。どうも、私が森の妖精。
ここ使います。絶対使ってくださいね。美味しかったね。お腹がいっぱい。お腹いっぱいです。いちごでお腹いっぱいになれるなんてさ、超贅沢。いや、わかる。めっちゃ幸せだよね。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。すごい。すごい。ありがとうございます。うさぎの餌嬉しい。うさぎの餌やりに行ってきます、ね、嬉しい嬉しい。マジでうさぎ一番好きなんでね。リリーうさぎ大好きだもん。そう、うさぎ寒くないのかな。確かに寒いはずだけど体温調節難しいからね。屋根から水が滴って。屋根水、屋根水が直撃しそうだった。屋根水遠くから見たとき、ちっちゃちゃん。しょうもねえな。しょうもないな、本当。ねえな。マジでこんな感じだからね、うちら。それな。あ、いるじゃん。どこ？あ、そこ。え、あれ違うの？あれ、うさぎだ。遅っ。遅っ。遅っ。うさぎ小屋に来たにもかかわらず。あ、かわいい。かわいい。ウサタソが待ってるよ。ウサタソめっちゃ待ってる。ウサタソかわいいね、ちゃんね。あー、やったよ。やった。え、めっちゃいる。めっちゃいるんだけど。何匹いるの。ウサタソ、ウサタソこんにちは。ウサタソ人参さんだよ。あー、かわいい。はい。あー、すごい。一瞬で食いちぎられた。嘘。おいしゃってしょ、ほら。あ、すごいすごい、あ、すごい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 。みんな、みんな仲良くして。みんな仲良くして。かわいい。かわいいね。すごい、こんな。かまちいね。当たってる、かわいい。かまちいね。すごい様子見てるわ。すごい、カメラにめっちゃ寄ってる。かわいい、かわいい。なんだこれって、すごい寄ってる。かまちい、さすがにかわちい、これ。かわいい。あ、ちっちゃいのほら、食べ。よいしょ。え、ちっちゃいの可愛すぎる。食べな。あー、すごい。あ、こっからね。あ、頑張って頑張って。この子、あー、いったいったいった。かわいい。でもちっちゃい子やっぱ噛む力が ね、ちょっと弱いからね、なかなか食べれないのかもしれない。ちょっとずつしか食べれてない。いけいけ、よしよし。かわいいな。低身長を生かせ。低身長を生かすんだ。よし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 。よし、こっちも食べようね。ヤギでかっ。ヤギどこ？ヤギこっち。あ、ヤギ。全然気づかなかった。ヤギ大きすぎる。うわ、ヤギでかーね。ヤギすごい。うわー、あー、乗り出してきた。なに、ファンサー？ファンサーありがとう。ありがとう、ファンサー。じゃあ握手してください。怖い怖い怖い。下ブラボー。手まで食べられそう。危な。下すごい。はい、あーん、チューできそう。なんかいいよ、してもちょっとマスクしてる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんて言うの、あんた名前。寒くないの？寒い。なになに、喧嘩しないで。あげるって。ごめんね。ごめんって。あげるよ。ごめん。でもあと1個だからこっちにあげるね。すごいな、こんにちは、はい、ごめんな、私餌持ってないのよ。餌持ってたらあげたかった。なくなっちゃった。あ、完食。おー、完食。ちょっと、おー、そうそう、喧嘩した。何何何何、喧嘩し始めた。何、打楽器なの？カンカンカン。はい、ということで、うん、今日は2人でいちご狩りをして、はい、ウサさんに餌をあげて、はい、ヤギさんに餌をあげて、はい、とても楽しいデートでしたね。デートでしたね。楽しい。楽しかったね。いや、でも本当に素の2人が、ね、本当に本当にそのままの普段のまんまだよね。普通の2人の休日、うん、何もいつもと変わらない。変わらない。こんな感じです。いつも私たちはデートしてます。ね、楽しかったです。ね、楽しかった。また行きたいね。ね、またなんか違うフルーツもいいね。確かに。僕いちご狩りはあるけど、うん、他のフルーツ買ったことないから。あ、そうなんだ。行ってみたい。行こう。行こう。行こう。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。
とうございました。手が赤い、寒くて。寒くて手やばい。ありがとう。バイバーイ。